皆さんこんばんは、あやかねです。水曜日は最近家で過ごす時間が長いから美容アップデートするチャンスということでスペシャルケアの話をしたんですけど、今日は免疫を上げるグッズを紹介したいなと思います。ちょっと今の時期免疫を上げといた方がいいかなと思うので、私が最近気をつけてたりとか、あとはずっとこう習慣として取り入れてるもの、免疫を上げるためのものを今日はどんどん紹介していきたいと思います。まずはこちら、じゃん、ベレダの白樺エリキシールプレーンタイプです。こっちは砂糖が入ってないもの、砂糖が入ってるやつもあるんですけど、私あんまり砂糖の甘さが好きじゃないので、こうただ単純に味の好みとして砂糖が入ってないものを飲んでるんですけど、あとは白砂糖はこう腸の調子をあんまり良くしないので、腸の調子が悪いとこうアレルギーが出やすかったり、今の時期だと花粉とか、あとは自分が持ってるアレルギーがこう出やすくなったりとか、あとはその免疫システムが下がったりとかするので、腸の調子をケアするのは体全体の、体の体調を整えるのに大事なので、こういう腸活にいいアイテムを私は取り入れてます。でこれは白樺ってホワイトバーチあるじゃないですか、ベレダの足のむくみとかを取ってスッキリさせてくれるボディオイルですごく大ヒットしたホワイトバーチなんですけど、これは飲む方のホワイトバーチで、でどうやって飲むかっていうと、私はお茶とかに入れて飲むのが好きです。ハードコアの方はこのままクイッといく方もいらっしゃると思うんですけど、お茶とかに入れると飲みやすい。で味はちょっと酸っぱい感じ、ちょっとだけ渋い、まあ本当ほんのり渋いみたいな感じで酸っぱい感じの味です。でお酢とかの酸っぱさよりはもうちょっとこうレモン系の酸っぱさ、レモンも入ってるのでこれは、なのでそういう酸っぱさです。で全然すごいのうえって感じの飲みづらさは私は感じないです。特にお茶とかに入ってるとなんかこうちょっと脂っこいもの食べた後とかにスッキリするお茶みたいな感じで飲めるので、すごい飲みやすくていいと思います。でこれさっきも言ったように腸活にもすごくおすすめです。なのでお通じにちょっとこう悩みがある方とか腸の調子が悪い方とかはすごいおすすめ、デトックスにもいいので、そういう意味でも取り入れてもらいたい健康補助飲料です。で次はこちら、ぴゃーん、これは前にも紹介したことあるし Vlog にも登場したことあるし旅にもよく持ってってるって言ってる私の大好きなエルカフェの青汁です。これはパウダーになってて、グリーンパウダーなんですけど、スーパーフードがたくさん入ってるのでモリンガとかそういうのがいっぱい入ってるんですけど、ちょっと細かいものはちょっと下にリンク貼っておくのでそちらをチェックしてもらいたいのですが、もういわゆる青汁パウダーです。で私はこれはそんなにこうクロートっぽい味がしないので、お水に溶かして飲んでもいいけど、こういうのがちょっと苦手っていう人はリンゴジュースとかに入れて飲むとすごいいいと思います。すごい飲みやすいです。でこう野菜不足の方とか、まあ、野菜っていっぱい取ろうと思ってもなかなか難しいし、でもこれだけさらっと飲んでおけばこうちょっと安心というか自分の中でそういうのがあるので、旅先でこうちょっと食生活が変わる時とかにもいいし、あとは忙しくてなんかこうちゃんと食事に気を使えない時とか、あとはもう本当普通に健康になりたい人とかにおすすめで、これも腸の調子にいいし、やっぱりこう体に取り入れてる栄養素でやっぱ体はできてるので、そういう意味で体が弱らないようにちゃんと十分栄養を与えるためにこういうものを飲んでおります。でまあ水あまりリンゴジュースとかで飲みたくないって人は水にちょっとレモンとか入れると飲みやすいと思う。で次はこちら、ビヨーン、プロポリスカプセルです。ハッチのプロポリスカプセルで、プロポリスは私は子供の頃から両親に風邪ひいた時とか体調が悪い時とか蜂蜜と一緒に飲まさせられてたんですけど、ブラジルでは結構ポピュラーな健康食品なんですけど、日本では有名になったのはここ5、6年とかなんじゃないかな、そんな経ってないかな。でもみんな結構プロポリス知ってるよね。風邪ひいた時とかにもすごくいいんですけど、例えば喉が痛い時とかもそうなんだけど、こう体のやっぱ免疫を上げてくれる効果があるので、プロポリスのカプセルはとってもおすすめです。でプロポリスって結構独特な匂いと味がするので苦手な人多いと思うんだけど、こういうカプセルになってたらすごい飲みやすいのかなと思って、でこれはしばらくするとこう下の方からプロポリスの香りが変わってきて、私プロポリス飲みましたねっていうのが分かる感じのタイプです。でも本当にプロポリス取りたいけど苦手っていう人にはこれからここから始めるのがいいかなと思って、すごい飲みやすいし、でプロポリスって瓶に入っててスポイトのものとかスプレータイプのものがあるんだけど、これとかだったら液漏れとかもし
ないから旅先にも便利だし、この入れ物はこれ自体は瓶なんですけど、まあペルケースとかに入れて持ち運べば持ち運びやすいし取り入れやすいし、すごいいいのかなと思います。でプロポリスつながりということで、こちらプロポリス原液になります。これはほんとさっき言ったスポイトタイプのもので、結構ハードコアなのでクロート向けなのですが、さっき言ったように蜂蜜に混ぜて飲んだりとかすると飲みやすい。あとはもうこういっちゃってもいいと思うけど、なかなかねショッキングな香りとショッキングな味がするので、好みが分かれると思うんですけど、もうストイックに行きたいっていう人はこういう原液がいいのかなと思います。で次はこちら同じくプロポリスです。もうプロポリスは本当に体にいいので、免疫も上げてくれるのですごくおすすめなので、どんどんプロポリスが出てくるんですけど、これはスプレータイプです。こういう風にもう使用感たっぷりなんですけど、こう喉とかに吹きかけるとすごくいい。で喉が痛いとき、私喉がちょっと弱いので、すぐこう痛くなったりとかイライラしがちなんですけど、そういうときにすぐささっと使えて、で、これは、蜂蜜も入ってて、あと、エキナセアも入ってて、あとバッチのレスキューレメディにも入ってる、グリセリン入ってるので、ちょっと甘い感じ、蜂蜜も入ってるし、だからすごいね取り入れやすい。しかもスプレーで簡単だし、このサイズなのでバッグの中に入れてても持ち運びやすいし、飛行機に乗ってる時とかにもいいので、すごくねこれはおすすめで、ここに入ってるこのエキナセアっていうのは免疫を上げるのにすごくいい成分なんですけど、風邪をひいた時とかにもいいし、なのでエルボリステリアのお茶とかもあるし、あとはなんかこう抽出液みたいなのもあるんですけど、こうエルボリステリアの方のお話を聞くと、エキナセアって毎日取ってると効果が薄れちゃうんですって。だから毎日毎日こうお茶とかで飲むよりは、こうちょっと気になった時にスプレーするぐらいの方がいいのかなと思います。あとはこう風邪ひいた時とかにちょっとこうケアしてあげるのに、薬に頼りたくない人とかはエキナセアとかを取るとすごくいいと思います。次はこちらビーポレンです。もう蜂さんありがとうっていう、プロポリスも蜂蜜もビーポレンも蜂さんのおかげです。でこれはもうスーパーフードとしても知られてると思うんですけど、もう知らない人にはなんて言ったらいいんだろうな、なんかこう花と蜂蜜が粒になったみたいな、なんか粉っぽいんですけど、この粒がこう潰れてこう粉になる感じのタイプのものなんですけど、これはこう例えばスムージーに入れたり、あとヨーグルトに入れたりして取り入れるといいかなと思うんですけど、あとは前に食べたもののビデオで紹介したんですけど、グルテンフリートーストの上にピーナッツバターしてバナナとかイチゴ乗せたんですけど、その上にこうちょっと振りかけて取り入れてもいいし、そういうちょっとこうデザートっぽい甘いものと相性がいいタイプのものです。でこれもすごく体にいいのでおすすめ。次はこちら、じゃん、いきなり錠剤が出てきたんですけど、こういうシートタイプの、これビタミン C です。飲んでる人にはもうおなじみのシナールというビタミン C で、これは皮膚科とかでよく出してくれるビタミン C なんですけど、ビタミン C も本当に体に良くて、例えば元気がない時とかにもいいし、あとシミそばかすとか日焼けにもいいし、もちろん肌にもいいし、あとメンタルにもいいし、もうとにかくビタミン C は絶対にたくさん取っておきたいもうものなんです。なんかすごい力説ものなんですとか言って力説しちゃったけど、もう本当に体を元気で保っておくためにビタミン C は欠かせないので、やっぱ自分でこう食べ物から取るのには限度があるし、さっき青汁の時に言ったみたいに野菜をこうすごい取るのにも限界があるから、こういうサプリメント的なもので補うのがいいかなと思います。でサプリ何飲んでますかってよく聞かれるんだけど、こういう病院で出してくれるビタミンがすごいシンプルでいいのかなと思って、私はこれを信頼してるんですけど、これの他にも気になってるビタミンのサプリみたいなのがあって、それがこちらで、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、これのすごい何倍もビタミン C が入ってるっていうのを見たことがあって、説明みたいので、だからそれがすごい気になってるんですけど、まだこれが残ってるので、これを飲み終わったらちょっとこっちに切り替えようかなと思ってます。でも本当に、まあ、市販のサプリでもいいと思うし、ただなんかこう余計なものが入ってたりとか、あとはなんかちゃんと入ってる風だけどちゃんと入ってないみたいなものとかもあるので、その辺はちゃんと皆さん判断して裏側見たりとか、どれが入ってるのだろうとか見たりして判断してもらうといいかなと思います。私は信頼できるので病院に出してくれるビタミンが好きです。次がこちら、じゃん、パブリックオーガニックのピロースプレーです。これ前にも紹介したことあるので知ってる人も多いと思うんですけど、なんでここでピロースプレーかというと、これは睡眠を深くするためのスプレーなんですけど、やっぱ睡眠が
こう浅かったりとかあんまり取れてなかったりするとやっぱ体の疲れが取れないので免疫が下がってこうちょっと風邪ひきやすくなったりとか疲れやすくなったりとかするので上質な睡眠はすごく大事だと思っているのでこのピロースプレーを入れました。で前に紹介したこうディフューザー同じシリーズのパブリックオーガニックのディフューザーはちょっとお値段が張るっていうのとあとこうピロースプレーだとすごいカジュアルに使えるのでいいかなと思って旅先にも持ってきやすいしギフトとかにもいいしほんと枕にこうシュッシュッシュッとスプレーしてあげるだけでもいいしあとは例えば出張先とかホテルとかでこう部屋にこうちょっと振りまいて自分のこう空間にするとリラックスできるから眠りにつきやすかったりするのですごくおすすめです。でもちろんこの眠りにいいアロマが入ってるからっていうのもあるんですけどなんかこう自分の中で眠る時の香りみたいのを作っておくとこう眠れない時とかにそれを嗅ぐとあそうだそうだ眠る時の香りってなって自分でスイッチがオフしやすくなるっていうのを私は感じていてなのでこうちょっと寝つきが悪い人とかそういう香りの工夫をしてみるとすごくいいのかなと思ってこれを入れてみました。続きましてがこちらやん。これもねアロマルームミストなんですけどこっちはピロミストでこう枕に振りかけて寝る専門みたいな感じなんですけどこれはリラックス系のものででもこうさっき言ったみたいに眠る時の香りを自分で作るっていう時は私はこれ結構おすすめの香りですごいリラックスできる香りがするしこうミストのね出方もすごい柔らかいのでこう振りまいててもこうちょっと気持ちいいしあの香りがすごく広がってくれる感じの香りがあるからもちろん枕につけてもいいし寝室に振りまいてもいいしあとはこうちょっとリラックスしたい日とかに昼間にこう部屋に吹いてももちろんいいしあと今日すごい一日長かったなみたいな時にリビングとかに振りまいてリラックスしながらこうテレビ見たりとかちょっとこう自分の好きなことやったりとかするのにすごくいい香りなのでこれおすすめです。やっぱこうストレスを感じやすい時期でもあると思うのでそういう時やっぱ寝つきが悪くなるからこういう香り物でリラックスして自分のこう気持ちとか体をほぐしてあげて眠りに向かっていくっていうのもすごく大事かなと思ってこれを入れました。はい、こちらで私が免疫を上げるために使っているアイテムたち以上となります。他にも使っているものあるんですけど今の時期にはこれがいいかなと思って今日のメンツになりました。で、免疫を上げる話で言うのであればたくさん笑うこともすごく免疫を上げるらしいのでこう今ちょっとストレスフルな時期かもしれないけどこう笑顔が起こるようななんか笑いが起こるような生活を自分でちょっと工夫して心がけてみるのもいいのかなと思います。例えばお笑い番組見てみるとか友達とちょっとくだらない話を電話でしてみるとかそういう小さなことでもいいのでちょっとでもいつもより多く笑うのを心がけると免疫が上がるのかなと思います。で、いつも通り紹介したものはキャプションのところにリンクを貼っておくので気になるものがある人はそちらをチェックしてください。そして次のビデオは水曜日になります。またね。まずはこちらじゃらららららんじゃんアベダのアベダじゃない、ベレダでした。